見て。はい、そらちゃん、ここ来て。お、痩せてる。痩せちゃうね。44か3、うん、どっちだ。もう一回なって。そらちゃん、それ話して話して、ストップ。あ、43。痩せ、痩せた。ダイエット成功。前何歩あったん？ピーク48、うん、48。極だよ、スター。5g だよ、5g だよ、 5g だよ。 45g をキープしとって、ちょっと今痩せたね、うん、頑張ったよね。すごい、これがいい。誕生日が今月の何日？14回の何かの誕生日プレゼント、何が欲しいんかね。豆苗、豆苗、豆苗大好きやもんね。豆苗以外なんかない。新しい鳥かご？鳥かご、それは分かんない。何やんか、おもちゃかな。おもちゃいっぱいあるしね。やっぱ最初から遊びよらんや。うん。何も気にならんでも。はい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 。近づいたら逃げるん。こっちこっちこっち。好き好き好き。こっちこっひどい感じ。そうちゃん好き好き。そうちゃんこちょこちょ。来た。逃げられた。そこ違うよ。
本当豆苗好きやね。うん、豆苗ダイエットもできない。豆苗ダイエット。美味しいんかね。美味しいんやない。よく食べる。みんなくりくりしょ。それに乗るのは間違いだよ。多分そらちゃんここが一番葉っぱがあると思う。ダメだ。うわ、来た。はい。端っこカミカミするのがいいの？柔らかいんかね、端っこの方。うん。はい、はい、これやっぱりそっちがいいっすよ。カムネは大好きやん、うん、カムネは大好き。豆苗が負けた。来た。ほら、おかえり。好きやね、カメラが。はい。ダメや。こっちこっちってこっちこっち、そうね、整ったね、こっちこっち、よでこさん。はい、うん、そらちゃん。
ケツ食い始めたね、うん、ハイカロリー冬用に冬用に夏から冬用にね、クリアニーロがほんとまあ二十歳やろ、ちょうど一年だっけ。っていうとかね、うん。うん、成人式。お酒飲めるね。いやさすがにね。お酒の代わりに高級のお水あげるか。ちょっとお高いお水。お高いお水。味が違うけど分かんじゃない。分かるんかね。口になじまないものは飲みませんって言われるね。あ、抜けた。どこ行くんですか。もうお腹いっぱい。トムいらんか。